どこに受付チェックイン。ここにショップある。ショップ多分こんなないで。リオや。行ってみよう。何があるか。行ってみようか。みんな、みんなで行こう。みんなで行こう。もうせっかくやしな。エバーグレイス琵琶湖に到着しました。なんか平日先にね空いてますね。じゃあ今からねチェックインしてまいりましょうか。巻き。いくら？600円。700円。全部ない。全部。全部。お？おー、なるほど。850円。850円か。よし、こう。はい。いらっしゃいませ。入ったらね、これもうすぐショップになってます。もう結構おしゃれ。もう何でも売ってるね。え？到着しましたよ。今日はこちらね、クロコダイルというお部屋にね宿泊させていただきます。あ、すごいな。目の前にカヌーがねあります。こっちからこうやって、だからこっちからこの板のとこ行く。おお、すごいね。ほら、お風呂、あれがお風呂、ほら。で、ライフジャケットやね。そうやな。そうそう、そこはね、鍵、お風呂はそれ。はい、靴脱いでください。おお、すげえ。広くない？うん、広い。これベッド。ふかふか。めっちゃふかふかベッド。やばい。こういうことか。へえ。あ、トイレ。あ、化粧台。あ、そこも出れるの？トイレ。トイレきれい。あ、なるほど。ここはシャワールームになってて、なるほど。でまた戻ってきた。あ、そういうことか。ハンモック外出したらいいね。外に。これが寝具。寝具結構あるね。あ、すごいな。結構あるんやね。こちらにそうですね、お肉が入ってまして、はい、こちらの大きいお肉1枚でお二人分のお肉になってます、はい、であと中に塩コショウですとか調味料入ってるんですけれども、こちらが残りましたら持ち帰りいただいて結構ですので、なるほど、こちらの調理器具だけご返却お願いします。はい、わかりました。お待たせしました。ちょっと重いんです、はい、よし、行こうか。写真撮るぜ。マスク取って。無理。いいよ。いいじゃないですか。お、いいや。いただきます。はい。はい、チーズ。変な顔して。なんでそんな変な顔してるの？あ、じゃあ、タッキーは普通の顔して。普通の顔してね。普通の顔して。はい。チーズ。
何してるの。3月4日神金よかった、変なこと書こう。何これ、そんなねって書いてある。なんでやねん。金が欲しい。なんでやねん。くだらんこと書いとんな。やっぱ今日平日なだけにね、人は少ないですね。そんなに賑わってる雰囲気じゃないです。ほら見てください、ここはね遊具のあるお部屋になってますね。で多分向かいはドッグランかな、多分ワンちゃん一緒にね来れるんやと思いますね。これ何、マイゼンシスターズこれ、うん、あって書いてもいい。間違っとった、大恥さらすで。それ何、何してるの、何でそんなにしてるの。ママ怖い言葉書いてもいい。どうかな、ほんまや、こっからのビューが、おう、話したいことがたくさんあるよ、聞いてほしいな、些細なことも、愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるからさ。一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。君の存在は響き